はい、皆さんこんにちは。今日はカズモお兄さんの初登場のファミリーコンサートからマクトお兄さんのゲスト出演最後の挨拶についてですね。ついにこの挨拶が来たということは、マクトお兄さんが本当のお母さんと一緒卒業ということになりますよね。そしてスペシャルステージにも名前がないので、マクトお兄さんに会うのは特別な何周年とかそういったところで、どこかでゲスト出演してくれることを祈りましょうね。はい、今日はお母さんと一緒のカズモお兄さんの初登場のファミリーコンサートからマクトお兄さんの最後の挨拶についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。